Hey guys, Gadget Girl Kylie here, and welcome back to my Let's Play walkthrough of Digimon Story Cyber Sleuth. So I've made my way back into this first blue area here, and now that we've collected all of that data and made ourselves no longer transparent and blue, we should be able to use this now, so let's see. Hopefully we can advance the story. I don't think I've been to the third level. Yes, I have. Ah, there we go. We needed to log out.無事に戻ってこれたじゃないか。当然の帰結、推測通りの結果だが、しかしよくよく現実離れした能力だ。物理法則に律に従っているのは物質生命体としての本能的な恐怖によるものかな。本当に興味深い。 邪魔するよ、京ちゃん。シェイディオーガイ。物を一つ立てませんね、おじさん。おっと、すまん。またやっちまったか。それと、その呼び方もいい加減改めてもらえませんか。子供の頃の呼び名ですよ。人前では、さすがに気恥ずかしい。 京ちゃんこそいい加減諦めてくれないかい。俺にとっちゃ京ちゃんは京ちゃんだよ。いくつになっても美人の凄腕探偵になってもな。<笑>それでいつからそこに。どこまで話を聞きました。今来たところだが、なんかまずい。 先客がいたのか。すまんすまん。依頼話の最中だったのかな。いえ、この子は依頼人ではありますが、少し毛色の異なる存在でして。おお、では何者だい。紹介しておこう。こちらは又吉刑事。父の代からの付き合いでね。 窮地の中で信頼のしている。電脳犯罪を専門に追う本庁好きのエリート部署の刑事だよ。見かけによらずと思っただろう。まあ実際のところ見かけ通りのはみ出し者だ。出なきゃ探偵ってのはうさんくさい連中とつるんだりしないさ。おっと、失言失言。<笑> それで何か事件ですか。依頼でしたらどうぞソファーにかけてお待ちを。今美味しいコーヒーを入れて。いやいい、今日は依頼じゃない、コーヒーはいいよ。エデン症候群の件で少し気になる噂を耳にしてね。京ちゃんも興味があるんじゃないかな。聞かせていただきましょうか。 Things are getting serious. この子なら大丈夫ですよ、おじさん。実はエデンに絡む特殊な関係者です。それにある種のスペシャリストになりうる素質があります。 話を聞かせておくべきでしょう。そうか、京ちゃんのお墨付きなら問題ない。
話ってのはエデン症候群患者を隔離している例の特別病棟の噂だよ。おっと、未来の専門家さんにはエデン症候群の説明が必要かい？お願いします。エデン症候群ってのはエデンを利用中のユーザーが突然意識不明になり、そのまま目覚めなくなる奇病だ。年々患者数は増えているが、原因、治療法、症状、未だ多くが謎に包まれている。セントラル病院にはエデン症候群患者の専用病棟、特別病棟があって、そこでは研究および回復処置を行っているが、妙に情報統制が厳しくてな、患者の家族も立ち入れない秘密の隔離施設があるとか。上白のイメージダウンになるのを恐れて事実を隠蔽しているんじゃないかなんて噂もある。今回の件も噂の息を出ない類ではあるんだが、近くセントラル病院の背後が動き出しそうだ。背後、上白エンタープライズですね。ああ、セントラル病院は上白の息がかかっている。エデンネットワークの運営元である上白のな。発症患者の増加、症状の重篤化傾向、それらが明らかになりつつある今、上白が黙っているはずがない。普段の病院で人の出入りが激しくなっている。特別病棟のセキュリティも強化されるらしい。これは何か。ようやくですね。ああ、やっとだ。やはりコーヒーを入れてきますよ。景気よく乾杯といきましょう。おっと、そろそろ署に戻らないと。悪いが、乾杯はまたの機会にしよう。じゃあまたな。He literally ran away. You better run. I'm too sexy for you. キョウちゃんの入れたコーヒーには気をつけろ。特に色と固形物にはな。ほら、いつかキョウちゃんのコーヒーを鑑識に回す日が来るんじゃないかと。そいつはシャレになんねよな。聞いての通りだ。エデン症候群絡みの生きた情報は手に入りにくい。背後で上白の統制が行き届いているからな。そしてこれからさらにセキュリティは厳しくなる。エデンで異変が起き、異常な状態の君が現れた。タイミングを同じくして上白も動くという。これは偶然か否、必然だ。この上なく明白な論理だ。推理するまでもない。私はこれからセントラル病院へ向かう。セキュリティ強化の前に可能な限り情報を引き出す。君もぜひ同行してくれたまえ。君の状態に関する情報も得られるかもしれない。求めよ、さらば与えられん。叩けよ、さらば開かれん。いや、君の場合、開けごまが適当か。Oh, hospital.
That gave me a chill then. Oh, the facial expressions my character makes are hilarious sometimes. Well, whatever I said, she wasn't impressed. Alright, okay, that's to do with the Digiform. I've stuck him in there. What's this? Guess I gotta find that girl, maybe? Well, I've triggered something. I guess go around until we figure out what to do, I suppose. Thank you.
Aha, there we go. Enter the digital world! Whee! Oh, that was awesome! Let's see what Digimon are in here. We made it through. Is that me? Gonna bump into that girl again. There she is. どうしてあなたが？ここは関係者以外立ち入り禁止のはずです。入り口は一つ。警備員が厳しくチェックしている。どうやって入ったの？警備員に何かした？一体何者なの？質問を質問で返さないでください。さあ答えて。ひょっとしてクレミ？そうですか。いえ何でもありません。エデン症候群について調べに来たんですね。何か聞きたいことはありますか？質問があれば答えます。 Again with the weird facial expressions of my character. 誤解しないでください。 Who stands there and does that? 痛くもない腹を探られたくない。
潔白を証明しておきたいだけです。私は神城に世話になっている人間ですから、少しくらいならあなたの疑問に答えられると思います。治った人がいたと聞いたことはありません。私が知っている人で最も長くて8年眠り続けています。でもきっと大丈夫です。いつかきっと目を覚まします。待つしかないんです。今は見ての通りです。エデン症候群の患者は皆一様に昏睡状態になる。それ以外の症状は聞いたことありません。違った症状の人を知っているんですか？ん？この患者ですか？最近運ばれてきた患者ですね。数日前にはいなかった。何か気になる点でも？え？この人、あなたに似てませんか？ひょっとしてご兄弟とか？そうですか。でも他人の空似にしては。それは誤解です。間違いです。神城もエデン症候群を治療したいんです。そのためにこうして特別治療室だって用意した。専門医たちが治療法をずっと研究し続けています。エデンのせいで誰かが不幸になるなんてあっちゃダメなんです。なんとかしなきゃいけないんです。私が会話の弾んでいるところを邪魔してすまないが、招かれざる客の登場だ。ケビンさん、お仕事お疲れ様。ああ、今日もいい男ね。リエさん、今日は来ないはずなのに。ケビンさんのたくましい大胸筋、リエ見てるだけでドキドキしてきちゃう。我慢できない。ツンツンツン。岸辺様、仕事中ですので。うん、お堅いのね。岸辺リエ。 I kind of feel like there's a boss battle coming. Maybe. 神城の上役が何をしに来たのか気になるが、必要な情報は手に入れた。長いは無用。そこを出なさい。おっと、私の方にも来客だ。ではロビーで落ち合おう。慌てず騒がずな。隠れて、早く。Ooh la la! Hello! Another sexy lady! How many sexy women are in this? Rie-san, how did you get here today? I didn't have a list of requirements. I think. Just
ねえ、大好きな優子ちゃんの顔が突然見たくなっちゃったんだな。私が一人でいるのが心配なんですか？なんかリエちゃんセンサーがビビビッときたのよ。また優子ちゃんが暗い顔してるんじゃないかなって。ほら、辛いでしょ、いろいろ。別に強がっててもお姉さんには分かっちゃうんだな。ところで、こんなところで何してたのかな？いえ、別に何も。ピクニック的な？はい、いえ、違います。その、ゆうこちゃん、なんか変じゃない？私たちの他に誰か知ってる人？Looks like it from here, anyway. 彼氏とか？そんなこと。I don't know, the way she's talking just sounds like she's moaning. It's really weird. して出ていらっしゃい、ゆうこちゃんズラバーさん。このリエお姉さまがゆうこちゃんの保護者として責任を持って手取り足取り腰取り大人の階段をホップステップジャンプ。Am I hiding in a box, maybe? なんだ、誰もいないじゃない。でも、ゆうこちゃん、別に構わないのよ。彼氏の一人や二人や三出すくらい連れ込んでも。あたしなんて、ゆうこちゃんくらいの時には、うふふ。それじゃ、本命の彼の様子覗きに行こっか。私たちが揃って顔を見せたらきっと喜ぶんじゃないかな。はい。あの人どこへ？Oh, I've gone inside the computer. Well, that makes more sense, I suppose, since I can do that, rather than hiding in a box. Like I said, oh, maybe I'm hiding in a box. Oh, God. How silly of me. Let's have a look. Oh, okay. Back we go, I guess. Mina, oh, look! New Digimon!
Maybe I should stay in here and do some farming. Awesome, I should be able to get Agumon back now. If you remember, I de-digivolved Agumon because I thought I would be able to get my DLC Black Agumon. However, it's not there for some reason, so I'm having to get back Agumon again. Oh, come on! I want that plant type Digimon! I keep getting these two! Maybe it's the lesser form though, so I think it might be, you know. Well, everyone's leveled up now. Ooh, actually, one more fight and then I'll advance forward. ほら、かかっておいで。
looks like I'll need to do a few digievolutions when I get back. Digievolutions, I can't say it. It's a tongue twister.自分の体を外から見る衝撃の大きさは想像に難くない。体外離脱現象の一種と考えれば解決法もありそうだが、君はエデン症候群の未知なる症状の発症者、イレギュラーな被害者なのだろう。それが分かっただけでも成果はまずまずとしておこう。調査は焦ってはいけない、慌ててもいけない、急ぎすぎても急がせすぎてもいけない。ただひたすらに粘り強く、鉄頭鉄尾、堅固な黒金のごとき忍耐力で当たれ、父の言葉だ。さて本題だが、君はこれからどうするつもりかな。元の体に戻りたくはないか。君の身に何が起きたのか真相を知りたくはないか。では決まりだな。私の助手としてここで働きたまえ。依頼にはエデンや電脳犯罪に関連した事件が多い。仕事をこなしていくうちに手がかりもつかめるだろう。安心しなさい、君の素質は私が保証する。ついでに当面の衣食住にね。君の能力は電脳絡みの事件の調査にこれ以上のない適性を示している。期待しているよ。よし、契約成立だな。君はたった今から私の助手兼サイバースルースだ。うん、ソファーにかけて待っていたまえ。コーヒーを入れてこよう。我々の前途を祝して乾杯といこうじゃないか。Magical coffee. 海ぶどうつぶあんコーヒー。私の自信作だ。見かけも芸術的だが、味も方向もまた格別だぞ。She's joking me and she's gonna take advantage. では、電脳探偵誕生を祝して、乾杯。Look, I collapsed. I can hear it. Okay, guys, well, now seems like a good time to stop this episode. Don't forget to like, comment, favorite, and share the video, guys. And as always, thank you for watching.